カネ放送切り抜きオンライン。そしてね、今日やっぱりね、あの番組でみんながね、やっぱりほらラジオ番組とか僕も聞いたの、いろいろ、あ、いろいろ聞いてアンケート、ね、やっぱアンケートってのなんかそれ盛り上がるじゃん。わーって言ってね、あ、こういうアンケートがあるんだとかね、そういうの盛り上がると思うので、私ちょっとアンケート考えました。おお、どのような、季節に合ったアンケートということで、この前11月23日お休みでした、勤労感謝でございましたけども、勤労感謝の日というと新嘗祭といいますね、新しく取れたお米を皆さんで食べましょうという新嘗祭というお祭りがありますが、皆さんは新嘗祭の前に新米食べる食べない？ほらもう日本中が気になってるよ、絶対気になってないか。日本中がちょっと気になってるかどうかちょっと私には分からないですけれども、え、あのね、え、どうします、考えたことないでしょ。でも私はちょっと考えたことないですね。本来新嘗祭っていうのは、あれは要するに秋に採れたお米、それを神様に捧げる、そして陛下、天皇陛下が最初にそれをご試食なさる、そしてその後下々のというか私たちが初めてそれを食べるというね、まあそういうようなお祭りなわけです。まあちょっとすごくざっくり説明しました、もっと細かくやると細かいんだけどもね。だからまあ 人によってはこういう考え方あります。新嘗祭の前は神様に捧げる期間だから、実際に自分が食べるね、人様が食べるのは良くないっていう考えもありますし、もう一つの考え方は別にそんなんどっちでもいいんじゃないのっていう考えの方がいます。これに対して私はどうしてるかというと、私は家では新嘗祭の日にお米を、新米を炊いてそこから食べ始めます。外に行った時新米が出たら、これはお断りしないでありがたくいただきます。別にこの新嘗祭ってやっぱ確かに神様に捧げるってあるんですけど、イスラムとかああいうのの戒律とは違うから、やってはいけませんとかそういうものじゃないし、日本の神様って結構穏やかなんだね。別にやってはいけないよとかそういう怖い神様じゃないんで、まあ、別に食べても別に怒られない、まあ、せっかくあるんだし食べないよみたいな感じになると思いますので、ですから私自身は一応けじめとしては自分の家で炊くのは11月23日以降でも、その前に新米の美味しいのがいっぱい入ってきてますね、それで外食したりとか友人の家に行ったら出てきます。あ、これ新しいお米なんですよって言ったら、それはもうやっぱりね、出来たてが美味しいです、つきたてが美味しいですから、ありがたくいただきますということで、皆さんのご意見もね、皆さんのご意見全然ないね。全然ないや。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいね、高評価で。